はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は概念再装に新しい商品が追加されたということで、まあこれについて、まあどれ交換するべきなのかっていうのをお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。というので、グダオから上の新しい概念霊装、まあ過去の概念霊装ですね、これが追加されているという形になっております。で、この概念霊装に関してなんですが、1枚交換するのにマナプリズム1000必要となります。なので、凸を作るためにはマナプリズム5000必要となるんで、そこだけご注意くださいという感じです。では、まあ、軽くね、ちょっと性能何があるのかっていうのを見ていきましょう。まずグダオですね、まあ、グダグダイベントのやつです。これがあって、リフレイン空の境界のやつがあって、贋作イベントのやつですね、それがあって、金恋はどっちだったっけな、羅生門のイベントだった気がする。で、カルディアライフセーバー、これ水着イベントですね。で、いつかの夏が CCC のイベントで、シーサイドが、水着イベントで、ネロ祭りで、チアフォーマスターがあるという感じです。で、まあ今ちょっと軽く見てもらったんだけど、これ未凸の状態で表記されてるんで、凸したらどうなのってわからない方が一定数いるかなと思うので、凸の性能ちょっと見ていきましょう。で、まずチアフォーマスター、これ凸すると全部旧アーツバスターの色が8%アップして、毎ターンスター獲得4個が追加されます。で、次シーサイドラグジュアリー、これに関してはスター発生率 25% アップと毎ターンスター2個獲得します。で、次いつかの夏、自身の旧性能と防御威力を 10% アップし、 NP を 50% チャージします。そして、カルディアライフセイバーズ、自身にガッツ状態1回、HP1 回復付与、NP 獲得量を 20% アップするという霊装。そして次がグダオ、自身のクリティカル威力と防御威力を 20% アップ。リフレイン、これね、星4霊装なんですよ。自身のスター集中度を 400% アップ、3ターン弱体耐性 20%、 3ターンアップ。そして慈悲なき者、自身がやられた時に味方全体の NP を 20% チャージし、自身のバスター性能を 15% アップする。そしてラスト、金恋相撲ですね。金恋霊装です、ごめんなさい。自身の NP 50% チャージした状態でバトルを開始、登場時にスターを20個獲得するという霊装が、まあ凸でね、新しく追加されているという感じです。で、これを踏まえた上で、どれ交換するべきなのっていうお話していくんですが、まあ最後に紹介したこの金恋霊装ですね、まあ金時の霊装です、これの交換優先度が一番高いという感じです。で、なんでかっていうと、めちゃくちゃ単純で、このね、金恋霊装、金時の恋っていうので金恋霊装って言われてるんですけど、普通にね、性能がぶっ壊れてるんですよ。 NP50% チャージした状態で登場時にスター20個獲得します。これね、マジで強い。プラス攻撃ぶりの概念霊装となってるんで、周回で使えるマジぶっ壊れの概念霊装となってるんで、とりあえず概念霊装持ってない方に関しては、この金恋霊装に関しては交換するべき霊装かなと思います。で、運用方法的なこと言うと、この霊装を持ってってスター獲得のキャラクターと合わせて1ターン目クリティカル運用するのもいいし、おつるさんが、スター20個ある場合、宝具を打てるっていう宝具なんですが、それの合わせとしてこの金恋霊装を使えたりとかするんで、いろんな運用方法ができる。クリ軸運用でも使えるし、宝具軸運用でもできるし、サポート運用もすることができるといった意味で、この霊装マジでぶっ壊れてます。交換してないよっていう方に関しては、速攻交換するべき霊装の一つかなって感じです。やっぱり攻撃2000振りになってるとね、レベリングもやりやすいっていうのがあったりするんで、まあマナプリ5000個貯めたら速攻交換するっていうのがありかなと思います。そして次2つ目なんですが、個人的になんですけど、慈悲なき者、これがおすすめとなってます。で、これに関してなんでって思う方いると思うんだけど、自身がやられた時に味方全体の NP を 20% チャージします。これね、結構強いんですよ。で、バスター性能 15% アップに関しては正直いらん、これをメインで使うことはないって感じなんで、自身がやられた時に味方全体に NP20% 配ってくれる、これをメインで見てもらえればいいかなと思います。で、運用方法とかで言うと、例えばだと、なんだろうな、まあ新旧運用しようって思った時に、
アーツのサポーターにこの慈悲なきものつけておけば実質 NP20% チャージで運用することができるとかあったりするし、ターゲット集中のキャラクターレベル1のターゲット集中して速攻落として NP 付与してもらうっていう運用方法もできたりするので、この霊槍ね、まあ、使う場面正直そんなにないんですけど、あったらあったらで攻略の幅というのが広がったりするので個人的におすすめかなって感じです。そして3つ目なんですが、いつかの夏です。これに関してなんですが、まあ、シンプルに性能がいいって感じだね。自身の旧性能と防御威力 10% ずつアップして NP50% チャージしてくれるということで、旧の防具アタッカー運用しようと思った時にこのいつかの夏っていうのが運用できる、使えることができるって感じかな。ただこのいつかの夏の悪い点は HP ぶりの概念霊槍、これが本当に弱い。やっぱ HP ぶりってことは霊槍のレベリングしなくていいんですよ。まあ、逆に霊槍のレベリングせずに使える霊槍っていうのでポジティブに考えるっていうのもありだったりはするんですが、やっぱり攻撃ぶりの方が周回ってしやすくなる、乱数気にせずに敵を飛ばすことができるっていう運用方法とかが攻略方法とかあったりするんで、そのことを考えた時に、まあ旧性の 10% アップ、防御力 10% アップ、 NP50% はめちゃくちゃ強いんだけど HP ぶりになってるがゆえに評価が低くなってしまうっていう感じかな。なのでこれが攻撃ぶりとかだったらね、俺個人的に2番手とかに押したかったんですが、 HP ぶりになっているということで今回3番手に置かせてもらいましたという感じです。以上、個人的におすすめの霊槍この3つとなっております。でそれ以外の概念霊槍に関しては正直趣味です。好きだったら交換してくださいって感じかな。でまあなんでかっていうとめっちゃ単純で、正直上位互換の霊槍がいっぱいあるんですよ。例えばこのグダオとかね、クリー力防御力 20% アップしますって言われても、いや他の霊槍の方が強いなってなるし、まあ、リフレイン星4霊槍です、もう交換する価値あんまないな。で、チア4マスター、なんか器用貧乏だな、あんま使わないな。小さいラグジュアリースター発生率上がってもな。で強いて言うんだったらこれは強いか、カルデアライフセーバーズ、これはガッツを付与してくれるということで一旦確実に耐えてくれます。そういった意味では耐久できるいい霊槍なんですが、まあガッツ霊槍って正直、まあここ最近いろいろ配られてたりとか、まあ1枚この霊槍じゃないガッツ霊槍が1枚でもあればぶっちゃけ事足りるっていうのもあったりするんで、優先度が低くなるってなった時に、まあやっぱり強い霊槍としては金恋霊槍、そして慈悲なきもの、最後いつかの夏が個人的におすすめになるかなと思います。でそれを踏まえた上で過去の概念霊槍ですね、まあ自分まだねちょっと交換していない概念霊槍があるんですけど、それと比べてどうなのっていうのがあると思います。でこれに関してゴールデン相撲ですね、これは正直金恋霊槍と並ぶぐらいに最強の霊槍となってるんでおすすめです。でその次に金恋霊槍と並ぶのが聖夜の晩餐、これね自身の NP50% 付与してクリー力防具威力確か 15% アップずつしてくれるんで、クリ軸のキャラクター、防具軸のキャラクターと合わせやすいということで結構おすすめです。概念霊槍もね、あ攻撃ぶりとなってるんでそこも使いやすいって感じかな。まあこれが個人的に今回の配布で追加された金恋霊槍と並ぶ性能となっているので、俺個人として過去の概念霊槍を含めた上でゴールデン相撲、そして聖夜の晩餐、ラスト金恋霊槍ですね、これを交換しておけば正直普通の周回とか、まあ、ストーリー攻略は難なくいけるんじゃないかなと思います。それぐらいにねさっき紹介したこの3つの霊槍めちゃくちゃ強いんで、交換に余裕がある方はちゃんと交換しといた方がいいかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.